そういう貴様も人任せだろうが。俺に頑張れ言う前にお前も正義ピンクになって頑張らんか。あ、これだから総一くんは時代遅れだね。なんだそのやらしい目つきは。やめろと言ってるだろ。今ね、ピンクなんていないんですよ。ホワイトとかシルバーとかですよ。ゴールドでもレインボーでも花柄でも何でもくれてやるから、お前も戦えと言ってるんだ。いいわよ。やけに素直だな。その代わりレッドちょうだい。リーダーまで務めるのか。積極性が出てきたじゃないか。自信あるもん。お前なあ、そんな素人拳法で何でもどうにかなると思っちゃ怪我するよ。怪我大丈夫よ。悪人を倒す最後の最後は剣。巨大ロボのか。そう、ザンザン剣バッサブレードじゃないの。あ、ゆかり違うよ。草薙ブレードは剣の名前、ザンザン剣は剣技の名前。おお、俺も誤解してた。ザンザン剣ってどんな技だ。大冗談から思いっきりまっすぐ叩きつける技、チェスト。いかにも決め技って感じはするが、そんなシンプルな技が通用するのか。根性のひね曲がった悪人に。大丈夫だよ。これは見せ技で、決め技は、あ、秘密。何が、あ、秘密だ。どうせメイストームだろ。どうしてわかったの。わかるって。巴投げで怪人、いや悪人が爆発するとは思えんが。腰痛めて立てなくなればいいのよ。殺す必要ないじゃん。優しいんだか優しくないんだかよくわからん。でも総一くんはいつも立ち上がってるよ。俺は悪人じゃないからな。手加減してやってんじゃない。どういうことだ。トレーニングを怠るなよ、正義ブラック。へいへい。正義イエローも。え、イエロー。お前もひどいな。ホワイトあたりにしてやれよ。いくらゆかりがカレーばっかり食ってるからって。食べてません。私も戦うの。当たり前じゃん。平和を守るのはみんなで、みんなで。ズ基地でオペレーターします。一人だけ生き残ろうなんてずるいよ。バレた。そんな危険な作戦なのか。お前も腹黒いな、こら。しょうがないわね。じゃあブラック、特攻よろしく。待て、なぜ突然一人特攻。ブラックの分まで私たちが平和を守っていかなきゃならないんだ。ブラック、総一くん。勝手に殺すな。本名を夕日に向かって叫ぶな。ハハハハ。
戦隊名だけは変えようぜ。さてと、よ、ゆかり。総一くん、邪魔したね。奇遇だね。どうしたの、こんなところに。あ、しっけえな。俺だってたまには本も読みたくなれば調べ物もしたくなるさ。いいって。ゆかりこそどうしたんだ、自習調べ物。両方だよ。偉いな。隣いい？もちろん。何が嬉しいんだよ。こんなところで総一くんとご一緒できるなんて。あ、またしっけえな。よくわかったな。すぐわかるよ。そのモデルからカードスロットがなくなったね。あ、なるほど。保守的で鳴らすそのメーカーさんもついに。軽量化と薄型化が最優先だよな。カードスロットって面積食うから。それよりこのメーカーは堅実と言ってくれ。俺はここのキーボードじゃなきゃ我慢できないの。総一くん、こだわり屋さん。まあね。ゆかりこそ、そいつ最新モデルだろ。先月の3日にデビューしたばかり。人気で入手困難って聞いたけど。メーカーのウェブ直販で。でもよくわかったね。外見はほとんど変わってないよ。液晶下のネームシールが変わってる。小さなシールを。総一くん。ん？目がいいね。抜群の観察力とか言ってくれよ。抜群の観察力だね。そのままかよ。
総一くん。ん？お邪魔ですか？一人でいたけりゃ隣には座らないよ。何調べてるの？ちょっと読みたかった本借りに来たついでに、今話題のタンカー事故について調べてる。へえ、タンカーについて。いや、正確には熊野灘かな。灘っていうぐらいだから、古来海運の難所なんだ。ひょっとすると何か関連があるのかも。おお、でも好きなんだよ、ああいう反オカルト話。そういえばそうだね、総一くんいつもおかしな事件が起こるたびに生き生きしてるもんね。なんだよその言い方。で、どうですか、何か面白いものある？いや、ウェブで見つかる程度以上のものはないな。民族学、歴史学、特に日本の歴史に強いこの図書館なら何か面白いものも見つかるかと思ったんだけど。お手伝いしましょうか？そうだな。じゃあお願いしようか。熊野灘、タンカー事故、海難事故、その近辺で怪しそうな情報を探してくれ。普通のネタはいらない。だけど事実であってほしいな。つまりできるだけ一時情報に近いものですね。ああ、ネタ自体はタンカーと関係なくてもいいんだ。普通じゃないことが大切だ。普通でさえなければ熊野神社の裏の猫が10匹子供を産んだでもいい。了解です。総一くん、どうしました？夢を見てた。さすが総一くん、目を開けたまま夢を見れるなんて。夢は眠りながら見るものとは限らないさ。お、なんだか哲学的。わけのわからんことを適当に言うとそう聞こえるよな。どうかした？一応検索終わったよ。お、早いな。さすがゆかり、助かったぜ。あの子パソコンはすっごいんだから。ゆかり、火使う、すごい、すごい、うほ。
俺のところへ転送できる？乱情の名前は？あ、私の方が共有されているので拾ってください。オーケー。マシン名は？ナスティ。ナスティーか、ゆかりらしくない名前だな。そんなことないよ、私だって時にはワイルドに。フフフのフ。ワイルドね。え、無理だ。無理かな。ゆかりはどっちかというと悪党にさらわれるヒロインの方がいいな。こんなスカート履いてさ。うん、それもいいね。そしたらガンマン総一くんが助けに来てくれるわけだね。まあしょうがないな、友達のよしみだ。ちゃんとリンゴを打ち抜いてね。リンゴ？人質を返してほしくば、この頭の上のリンゴを。なんか別なものが混じってないか。別なものが。あ、そうだ、違うね。これはロビンフッド。ウィリアム・テルだよ。あれ？アップルジュースが飲みたくなったね。俺も。帰り暇だったらどっか行こうか。うん、賛成賛成、大賛成。何の話からこんなことになったんだっけ。あ、そう、計算機の名前。大切な愛機だもの、大切な名前をつけるんです。なんだよそれ。でも長いな、全然終わらないぜ。ここ新しいから回線は太いと思うんだけど。ちょっと量があるからかな。どのぐらい？5GB。5GB？ え？足りない。いや、助かったよ。一時はどうなることかと思ったけど。熊の大百科を作っちゃったね。でもゆかり、こういうの得意だな、やっぱり。知らない知識を目にするのは楽しいよ、純粋に。そうか、さすが優等生。そんなんじゃないですよ。でもよく知識は宝って言うじゃないですか。図書館は財宝の山に埋もれてるようなもんだよ。財宝の山ね、えありゃアニメの中だけだよ。本物にダイブすると痛くてしょうがない。はい。ああ、いやいや、調べ物の仕方とか教えてもらおうかな。お役に立てるほどのことは何もないけど。
逃げるぞ、ゆかり。うん。大丈夫か、ゆかり。痛いよ。ご用だ、ご用だ、ご用だ、ご用だ。私を置いて逃げるんだよ、そいつくん。そんなことできるか、ゆかり、背中に乗れ。嫌だよ、そいつくん逃げて。うるさい、ほら乗れ。よいしょ。あ、上がらん。ご用だ、ご用だ、ご用だ、ご用だ。ルースです。なんだいこりゃ。世界熊野大百科バーイゆかり大先生。はあ、ゆかりちゃんと一緒に検索かい。やるね、さすが学年1位の秀才だけあるね。案外手際よくってさ、結局手伝ってもらっちまった。中身もなかなか濃いじゃないか、センスあるな。おめえに手伝ってもらうより3倍ぐらい効率がいいぜ。ふんだ。マジでバイトで雇おうか。やめてくれよ。あんないい子、こんなヤクザ商売に巻き込むな。分かってます、ジョーク、ジョーク、ジョークに決まってるじゃねえか。まあそれも分かってるんだけど、一応な。そういちはあの二人のことが大事なんだね。まあ友達だからな。でそういち、このデータをどうしろと。読んでめぼしいものを俺にくれ。2メガバイトぐらいならあっという間だろ。読むのは構わねえが、俺っち歴史には詳しくねえんだよ。そういちも頼ま。そうか、歴史的な事柄も多いか。わかった、俺も頑張るよ。おい、ぐんない。